さあ始まりました猫図鑑、本日は倉吉市に来ております。はい、倉吉、はい、1年以上ぶりの倉吉。え、前来た？若い新入社員と、ああ畑でなんか食べたやつ、はい、です。あれも1年前、はい、やばいね早ない？1年。そうっすね、もうすぐ死ぬやんなんすか倉吉。はい、そんな倉吉市にですね、はん、実は長く付き合いたくなる人がいるということで、はん、やってまいりました。長く付き合いたくなる。はい、へえ。その人に会いに行きましょう。いい人だった？多分いい人っす。いや、分からんよ、喋ってみんと。この番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう。その名もネゴ図鑑。こちらに、うん、その長く付き合いたくなる人がおられるそうなんで。あ、車屋さん。はい。長くお付き合いね。長。あ、誰かおられる。あ、こんにちは、どうも。あ、こんにちは、どうも、どうもどうも。いらっしゃいませ。あ、ネゴシックスいます。ユネットの社長してます、竹本と申します。社長、社長ですか。ようこそいらっしゃいました。なんか長くお付き合いしたい方がいるっていう。はい、私のことです。おい社長そうなん、どういうことですか長くお付き合いっていう。それはですね、うち今こうやって新車を取り扱ってるんですけども、うん、今までの買い方でしたら、はい、車検が来て、はい、どん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 時間が経つと、はい、どうしてもちょっと関係が薄れてきちゃったりするんですけど、まあ、買ったらね、もうお店にはそんなにね、そうですね、行かないかなっていう、まあ、なんかなっちゃうんですけど、はい、うちがおすすめしてるこのリースという買い方ですと、リース今ここに表示してるんですけどね、はい、安月々2万円切ったぐらいの金額で、はい、最長7年乗れちゃうんですよ、新車が。あ、じゃあ7年のお付き合いっていう。そうです。感じ、そうです。これは長い付き合い。長いです、長いでしょ。めちゃくちゃ長い。長いでしょ。7年間の中に2回の車検代と、うん、7年分の合計13回分のオイル交換も含まれてるんですよ。あとはメンテナンスとかね、この金額の中に。むちゃくちゃいい。ええでしょ。であとはね、やっぱり7年って、まあ、例えば小学校の低学年だったお子さんが中学生になって、うん、高校生になってみたいなね、だからどんどんこのやっぱりそのライフスタイルも変わってくるんですよ、うん、でそこの中で最初はこの4人乗りでよかったけど、うん、もうちょっと7人とか乗れるのがいいな、だったらそういうのに乗り換えもできますから。自分の今の状況変わったらそれに対応してくださるの？もちろんですもう通帳の中にちゃんと2万円以上あれば毎月落ちますから。なかったらなかったらダメです。多いって言います。その時はちょっと僕から連絡します。ないよ。そうですね。そこも含めてのお付き合いなんで。LINE でやり取りとか。LINE も教えていただけたらちゃんと LINE で。そう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 。そう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 。そう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 。パン。でもちなみに今日社長にいろいろ教えてもらいましたけど、はい、長く付き合いたくなる感じでしたか？いや、それはもちろん。だっていろいろね、詳しく教えてくれるし、もうちゃんと言ったことでももう全部。いや、もっと詳しくしたら朝まで話しますけど。そんなには付き合いたくないからそんなちょっと定期的にで、定期的にがいいですね。ネゴ図鑑ということで、できました、こちらでございます。ドドン、はい、バンと、おー、超長い付き合いでございます。いいわー、500年後いいわ。もう500年後こんな車なってますよね。でもシャアですね。シャアですよね。そんぐらい長く付き合いたくなったってことですか？そうですね、ありがとうございます。もうぜひ今日はありがとうございました。はい二人とも目線がバラバラです。息合ってないですね、はい、おい、まあ、500年かけて会いますね長っ。